かけ橋育太郎は、日本の技術者、実業家、エース原子工業、ローランド、ATV の創業者、ATV 株式会社代表取締役会長、公益財団法人かけ橋芸術文化、新興財団名誉顧問、ハリウッツロクワックに掲げられているかけ橋育太郎の手形橋語は、電子音楽の企画ミリの制定に貢献した。長年にわたって、電子楽器の発展及び普及に努めた。 多大な功績により、1991年には、米国バークリー音楽大学から、名誉音楽博士号を授与された。また、2000年には、ハリウッドにある、ロックウォークに手形を残し殿堂入りした。そして、2013年には、第55回グラミー賞にて、デーブ・スミスと共にメーカーを問わない、電子楽器の世界共通企画として、ミディの制定に尽力し、 ミリ企画がその後の音楽産業の発展に貢献したことが評価され、テクニカルグラミーアワードを受賞した。日本ではソニー、ヤマハに続き3番目、個人としては初の受賞となった。1930年、大阪府生まれ、はしごが2歳の頃に両親が相次いで亡くなったため、祖父母によって育てられた。大東は戦争終結後、先に大阪から、 宮崎県高千保町に移住していた祖父母を頼って、同地に移住した。はしごは独学で腕時計の構造を学び、1947年16歳で架け橋時計店を開業した。その後はしごはラジオに興味を持つようになり、ラジオの修理も手掛けるようになった。はしごは20歳の時に大学受験を決心し、4年にわたって営業を続けていた架け橋と経店を畳んで、 大阪に移住した。しかし、新しい大学制度の下で、大学受験資格を得るために必要な在学年数が足りないことが判明したため、大学受験資格を得るために、大阪府立北野高等学校の夜間部に編入した。ところが、卒業を目前にした1月に拡結し、精密検査の結果結核に罹患したことが判明した。短期で治癒する見込みがないことから、 大阪の南にある療養所の仙国層に入院し、高校は退学した。当時の食料事情では診療所の食料確保もままならない状態だったため、入院患者は自営のためにある程度は自力で食料を確保する必要があった。梯子は入院中も時計やラジオの修理の仕事を行い、入院費や食料調達のための資金に充てた。試験電波を受信するためにテレビを自作し、 見物人が病室から溢れることもあった。入院生活の会なくはしごの体力は徐々に低下し、特に入院から3年経過した頃に急激に体調を崩した。しかし幸運にも当時新薬として発表されたばかりのストレプトマイシンの被験者に選ばれ、ストレプトマイシンの処方を受けたことではしごの体力は劇的に回復した。結核から回復したはしごは、 戦国層を退院するが、入院生活が4年間の長期にわたったことで、はしごは大学入学を断念せざるを得なくなった。はしごは退院と同時に結婚し、大阪市安倍の区分の里で、架橋無線を開業した。はしごは、バロック音楽、特にオルガン音楽のレコードをよく聞くようになり、次第にオルガンを自分で演奏したいとの思いを強くしていった。ある日、はしごは、 同志社大学栄光館にあったパイプオルガンを見学した。はしごは実際にパイプオルガンの構造を見て電子回路でオルガンを再現することを思い立ち、小売業の業務の傍らトランジスタを用いたオルガン試作第一号機を製作した。しかし、その音色は本物のオルガンとほど遠いものであった。後に南大阪協会に設置してあった電子オルガンを修理したときに、 そのスマートな設計にショックを受けたという、架け橋無線は徐々に規模を拡大し、やがて20名を超える従業員を抱える規模に成長した。企業名も AS 電気株式会社となった。ローランド浜松研究所に展示されているナショナル SX-601 はしごは28歳の時に電子楽器を自らのライフワークにすることを決心し、それまで趣味として関わっていた。 電子楽器の製作に本格的に取り組むために製造業への進出を決断した。小売業のエース電機株式会社は当時の仕事上のパートナーに任せ、自らは1960年に坂田商会社長の理解と出資に基づいてエース電子工業株式会社を設立し、製造業に専念することにしたエース電子工業製のオルガン第1号 SX-601 は、 当時の主要株主の坂田紹介の社長のつてで、ナショナルブランドのテクニトーンの初代機種として販売された。1964年、はしごは初めてナムショーに参加した。出展した製品は、電子パーカッション、リズム SR-1 と単音楽器、キャナリー S-2 の2点だけだったが、このナムショーでの経験ははしごにとって大きな転機になった。順調に成長を続けていた。 AS 原子工業であったが、主要株主の坂田商会の経営が悪化し、住友科学に買収されたことで、はしごの周囲の環境は一変した。はしごは音楽に理解のない住友科学の経営人と仕事を続けることに苦痛を感じるようになった。1972年3月、はしごは自ら設立した AS 原子工業を退社し、同年4月に、ローランドを設立して、 取締役社長に就任した。1974年4月には、会社運営をしながら、当時の日本の五代後など、また海外トップミュージシャンを、次々、通訳なしで、はしご本人が会社を案内して、また技術にも精通していたことから自ら、開発部門のトップとして一時、試作、二次試作を自ら判定して、量産試作に持ち込んでいた。ローランドは、 順調に売り上げを伸ばしていったが、会社の規模が大きくなるにつれて様々な経営上の問題が発生するようになった。はしごは経営手法の見直しの必要性を感じ、自らは経営に専念することにした。また、技術部門や経理総務担当に外部から人材を迎え入れ、経営体制を整えていった。2013年5月、元ローランド社の社員らと、楽器、 映像機器メーカー ATV 株式会社を設立し代表取締役会長に就任した2017年4月4日 ATV によって心不全のため4月1日に死去していたことが発表されたありがとうございます